では先ほどの答えになりますけどもああ依存。うんでね、はい、その依存っていうのもここからちょっと詳しく説明していきたいんですけど、はい、要はね本物を見抜くとか感じ取るっていうのは、うん、情報に対して自分がちゃんとアンテナを立てる、はい、センサーを働かせてこれはどうなんだっていう分析が必要じゃないですか。 あ,あそうですね美味しい料理を食べて素材はなんだ調理はなんだ俺バカ人だったから全然わかんないですけど、はい、で俺はそういう料理方面のセンサーがないんであ,あそうですねアンテナがバカですからそう,そういうことになるんですね、はい、感じ取れないんですよで音に関しては感じ取れるわけですよはいで俺はコーヒー大好きなんですけど、はい、インスタントコーヒーも大好きなんですよあそうなんですか、うん、あのー 手手取取りり早早いいいじゃなでですすかか確に朝急いで出かけなきゃいけないでもコーヒーは飲みたいそれをドリップでっとちょっとやってるとうんもう朝とか待ってらんないからそうです、ね、もうこないでってバッっていう方が楽だし、うん、楽ですね味も十分それで美味しいと思えちゃうからほ、はいね、本当に休みの人がちゃんと今日はゆっくりしたいなってもうちゃんとね入れて。うん でやっぱり香り全然違うし、はい、もうリラックスもできるしでもちろんそれもわかるけど、うんはい、急いでる時は時間の方が優先であるとか、うん、利便性、はい、そういうのあってインスタでも十分ありってそれもあるんですけど、はい、例えばそのセンサーっていうもので、うん、本物かどうかわからないとか、はい、そのアンテナが立たないとか。 うん、もっとと感性を鍛えるこれろんとに今までも学校にしても養成所にしても多分もう言いたいとこで言い続けてきたんですけど「はい、もっと感性を磨け私感性はありますよ私なりの感性で」みたいなこと言っちゃうんだけど、はい、アンテナ立ってない全然聞き取ってない、うん、映画一本見てその芝居を見抜くとか分析するとかそういうことなんだよって言っても。 いや、うん、私は私の感染がみたいになっちゃうんですけど、はい、だねそういう人のってなにをですねエネルギーをもらうことが好きなんですよ。もらうことが好き。してもらう。うん。自分が情報を見抜くこれ自分がエネルギー使うじゃないですか。ああそうですね、うん。使うんじゃなくてもらいたいんですよ。ああ<ー>。そのああっていうのは。いやなんとなくその。 うんしてその嘘を嘘によりこう嘘によるこうなんか良い感情をもらってるんだなと思って <laughs> それが依存なんだなって思ってそうなるほどって思いましたでもう一点はエネルギーを使うっていうのは。 具体的に言えばどういうことかっていったら例えば時間を使って知識を得るとか、うんはい、努力していろんなものを改善していくとか、うん、もうかお金も使うエネルギー知識そう労力とかそういったものをどんどん使う、うん、それよりももらった方がいいっていうのはあるじゃないですか。まあ確かにそうですねお金使うよりはも,もらった方がいいっていう,、はい、うんその方が簡単ですもんね。楽なんですよ 楽ですね。そっちに流れちゃうんですよ。はい。でエネルギー使うとやっぱ大変ですからね。うん、うん、大変です。一生懸命何か仕事をしてお金、うん、給料もらってそれを何か投資に回すとかよりはい快楽、うん、遊びに使った方がうんもう確実に約束されてる快感があるじゃないですか。あります。本を買って勉強するそれでどうなるの、うん、よりは美味しいものみたいな。 うんまあ、その方が分かりうなんです分かりやすいし保証されてるから勉強するトレーニングする本当にそれで大丈夫なのかなかネガティブ、うんうん、よりもうレストラン行って注文すればまず自分が満足する料理が出てくることはほぼ保証されてるじゃないですか、うん、そうですねそういう快楽に流れるやっぱ楽ですよね。 こっちに流れ続けていくと慣れちゃって依存が中毒になるんですようんでもね例えばいろんなこと何でもそうですけども我々英文法もそうですけど、はい、今やってるじゃないですか、はい、大変ですよね正直な話ねうん,うんそうですね大変ですね、うん、作る方も学ぶ方も本当に大変だと思うんですけど、うんうんうん、そうだと思います。ね、実際やってみてみ はい、関係大イメージだいぶ分かるようになった、はい、現在官僚あたたたで分かる <laughs> <laughs> そうですね語文系ってこういうことなのかはい全知なんかその英語の感覚が分かってきたみたいな達成感があるじゃないですか、うん、ありますね遊びの、うん、それこそ中毒で麻薬なんかもそうですけどはい 麻薬た達成感って。<laughs> うん、ないですね。快楽はあるけど。はい。あ、コンプリしえー、ちゃうは、えー、何かを成し遂げたみたいな。はい。そういう達成感ってないでしょうん、ないですね。全然喜びの質が違うじゃないですか。うん、本当に違いますね。ね。はい。快楽依存。うん そして中毒に行く人、はい、大変でも乗り越えて達成感を得る人、はい、もう人種違うって言っていいぐらいじゃないですかね。うん、もう本当に真逆ですね。違いますよね。はあ、全然違いますね。ねえ、だから達成感を得られるような人っていうのは。 はい、うまくいかないそれこそ俺なんかで、ね、関係代名詞説明できないど俺自身も結局よく分かってないんだなじゃあどうすればいいのかって言った時に、うん、関係代名詞のことだけが知りたいのに英文法書をたくさん買って。 はい、そのと英語で書かれてる英文法書まで買っちゃって、はい、でその時ちょっと風邪ひいちゃってうんそうでしたね, <laughs> ね鼻水垂らしながら頭痛で火ひいながら英語で書かれた英文法書を読み、うんはい、で分かってきた時に「そうか」で分かっ ったことをお伝えしたじゃないですか。はい。現在完了だったらたった三分以下でした二分何十秒かでも払ってもらえる説明しましたよね。<laughs> はいそうです。俺も大変だけど達成感がある。うん、でこうだろうと思ってそれを伝える。介打、うん、さんもわかる。はい。そういうことなのかって介打さんも達成感を得る。うん。そういう風な人たちっていうのはうまくいかないときに。 うん、キャーじゃなく、まあキャーはなるんだけど、<laughs> はい。じゃあどうすればいいのっていうふうに思うんですよ。うん、そうですね。先のことが考えられるというか、はいはい、歩き出せるというか。そうですそうです。中毒に行っちゃうような人っていうのはうまくいかないキャーで、うん、どうしてくれんの？なんでうまくいかないの？なんで私にくれないの？快感をみたいな。 うんなんていうか「キャーチラ」みたいな <laughs> こう、うんうん、見てみたいな私そして私を見てみたいないいそれいいね <laughs> な,なんとなくわかります、うん、自分の問題じゃなくて結局相手にっていうさそう助けてみたいなあのスケベ根性みたいなのがあるんだよねそうですね思い通りにならない時に、はい、やっぱりパニックになる うん、俺だってその英文法で分かんない時はパニックになりたいですよ慣れたら楽ですよ、はい、でもやっぱりならないのはじゃあ自分で何とかするしかないんだっていうのがあるから分、はい、からんじゃあどうすればいいんだよっていうふうになるじゃないですかなりますねでこうかなああかなこの英文法書良さそうだな買ってみるあなんか違うなみたいな、うん、<laughs> そういうのを繰り返していくじゃないですか、うん、ね結果に結びついていくしそれが受講者さんにも広がるでしょ、うん はい。だからキャーチラはないわけですよ <laughs>。うん、ありえないですよね。そのチラっとする相手がいない、全部自分の問題と思ってるから。うん、そうですね。分かってもらえますよね。はい。そのチラっていうのはいい例えだと思いますよ。<laughs> なんとなくわかります。あの助けてほしいなみたいな意味で、はい。<う>キャー,キャーチラみたいな。そう。でも <laughs> そ,そのチラって見る先があるんですよ。うん、何かしらあるんでしょうね。つまり自分以外に理由を求めてるんですよ。 助け救いを求めちゃうんですよ。うん、はい。お前が何とかしろじゃなくって。はい。私が何とかするんだよ。じゃなくてたから、ちらが入るんですよ。そうですね。<ー>誰か助けてくれるよね<う>みたいな。そう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 。それが、まあ、垂れな根性なわけですよ。はい。分かってもらえると思います、ね。はい。やっぱり、大変ですけど、努力すれば達成できて。うん。うん、うまくいかなければ、工夫も努力もする。 はい、ね、苦しい、苦しいってやってますけど、やっぱり上昇していくわけですよ。そうですね。それがない人は、もう、例えばそういうこと、麻薬中毒とかなっちゃった人は、はい、まずチラだけじゃなくて、やっぱ、本当に、自分ではもう克服できないところまで行っちゃいますからね。はい、そういうふうにして、自分で何とかして上昇する人と、はい、本気でも、プロのカウンセラーとか、治療の施設とか。うん そういう人の手を借りないとどうにもならない要するに自分ではもう克服できない状態になってしまうだから行き着く先がどんどん離れていくうーん、本当に真逆ですよねで、その大元になるのは、はい、責任感なんですよ責任感責任を取る気持ち 責任を取る気持ちでそれが自分の現実を見る勇気っていうのにも関係するんですけどうんうんうんそうですねまたちょっと10分か超えているので、はい、トピックを区切らせてください。はい